京大天皇事件。京大天皇事件は、1951年11月12日の昭和天皇の京都大学大学に際して発生した混乱、及びこれを発端とする学生処分事件で、京大事件あるいは天皇事件とも称される。1951年11月12日、関西巡行途上の昭和天皇が京都大学に帰学したとき、 多数の学生が、正門付近に見物に押しかけ、同学会、全学学生自治会が、公開質問状の提出を試みたり、群衆が反戦下を合唱したり、警備の警察官との間で、若干の小競り合いが生じた事件。この出来事自体は逮捕者すらない突発的なハプニングに過ぎなかったが、直後の国会審議で文章及び保守派の議員が、学生の態度を、 不兄などとして非難し、またマスコミも同様の論調を取った。これに反応した、兄弟当局は同学会に改ざん処分を下し、17日には学生8名を無期限定学とした。昭和天皇が関西地方巡行の過程で京都を訪れた1951年は、講和問題や賃上げ問題などをめぐって全般的に労働運動。 学生運動が復活の動きを見せた年であり、京都でも労働運動が高揚していた。京都入りした天皇の訪問先となっていた、島津製作所三条工場では、訪問直前まで、賃上げストが行われ、老子の紛争を天皇の目に触れさせたくない、関係者の気もませた。天皇の訪問が同様に予定されていた京都市役所、前の、組合掲示板ではそうした事態を皮肉り、 天皇の巡行が社会問題の存在を吐き出し隠蔽するという意味で天皇は放棄であという対処がなされたが市当局は掲示板の撤去を要求組合との間で徹夜交渉が持たれ11月12日の天皇の来訪1時間前に目につかない場所に移すことで妥協が成立した市役所訪問後天皇が進行を受けるため 大学することが予定されていた京都大学でも、前年1950年以降、学生運動が公用に向かっていた。全学連では少数派、非主流派であった、所管派の思想的、政治的影響下にあった、当時の同学会は、1950年度のレッドパージ粉砕闘争を主導し、これに対し大学当局、服部俊次郎総長はすべて学生ストライキ禁止の、 措置で望んだため、多くの処分学生を出すことになった。1951年5月の春季、大学文化祭で、和田摘みの恋に応えるというテーマの一環として、開催された原爆展が、学外の市民を注目を集め好評であったことから、7月には、一般市民に向けて、より展示を充実した総合原爆展が、同学会主催で開かれ、 10日間で2万7千人以上の来場者を集めた。同学会はこの原爆展を11月中旬に予定されていた秋季大学文化祭、うつつの11月祭の前身の中心企画にしようとしたが、大学当局は天皇大学を理由にこの時期における秋季祭自体の開催を許可せず延期を求めた。以上のように天皇大学直前の京都大学は一種騒然とした。 雰囲気の中にあったが、同学会は、当時の左翼勢力の主流がしていたように、天皇制反対をこわだ高に訴えるのでなく、歓迎もしなければ拒否しない、天皇を一個人として迎えるという態度をとり、学生と天皇との会見を要求していた。天皇の大学に先立ち、京大吉田、本部キャンパスでは、2000人に上る学生、教職員などが、正門近くの本部、 時計台前広場、画像参照に見物、あるいは歓迎に押しかけ、吉田文庫、現在の総合人間学部キャンパスの門前に渡って3メートル、横2メートルに及ぶ、天皇へのお願いと題された看板、冒頭の画像参照が建てられた。学生の多くは、予定されていた大学文化祭が延期されたことや、警察の過重な警備への不満や、 単に天皇を見たい不満という野獣馬的気分から広場に集まってきたとされる。しかし、この時、正門街で突然毎日新聞社の車が君が世を流したため、これに対抗するように、学生の中から反戦か、平和を守れの歌声が流れ、次第に大合唱となった。騒然とした雰囲気の中、午後1時20分天皇は自動車に乗って到着し、 信仰のため本部の会議室に入った。信仰者の一人であった、立川幸都氏によれば、この時天皇制廃止を記したプラカードを掲げた、生たちが正面玄関に殺到する行動があったという。反戦下の合唱は、天皇が建物の中にいる最中ずっと続けられた。大学当局は、大学から出ていく天皇のために進路を確保するべく、警官隊を学内に、シルベ 天皇は、警官隊の人垣を通って午後二時過ぎに、京大を去った。この間、学生たちは、天皇一行の出入りを遠巻きに合唱していただけで、特にこれを妨害せず、学生と警官隊との衝突はなかった。被害といえば、植え込みの末に学生が鈴なりになって見物したため、倒れてしまった程度だった。京都大学同学会は後、過からなる、公開質問状を作成し、 天皇に渡すことを計画していたが拒否された。私たちは一個の人間として、あなたを見るとき、同情に耐えませんで始まる。この質問状は、当時学生であった中岡哲郎、後、大阪市立大学教授の執筆によるもので、戦術のように現実の社会矛盾が取り繕われ、隠蔽された中で天皇が、多額の公費により巡行を行っていることを悲しむと、とも、 米軍占領下での再軍備や朝鮮戦争が進行していた当時の情勢を踏まえ、日本が戦争に巻き込まれそうになった時の対応などを問う内容であった。何ら暴力的な事件が起こっていなかったにもかかわらず、翌11月13日、衆議院文部委員会では、大学管理法案審議の過程で、天野定優文章、元兄弟教授、元兄弟学生課長、 戦前は後つかは事件に呼応した兄弟の学生運動に一定の理解を示していたがこの事件に言及した。大学当局は15日に同学会の解散命令を下し、17日には同学会幹部8名の無期限定学処分を発表だ。大学当日、群衆整理に協力しむしろ混乱を沈める側に、回っていた同学会に厳しい処分が下されたのは、 先日した公開質問状の内容と、それに対する世論の反発、口述を考慮したことによるもと考えられている、解散された同学会は1953年に再建された。11月26日には、衆議院法務委員会に、服部総長と同学会委員長が関門される事態となり、政府、第三次、吉田内閣及び与党自由党はこの事件をきっかけに、 大学への警官の自由な立ち入りを認めさせると、格索した。また、京都地検は、公安条例違反による関係者の基礎を考えて、いたが、関係者を取り調べた結果、条例に違反するような事件は発生していないとみなし、立件を断念した。この事件と同じ1951年、同学会を中心に、兄弟生が企画、開催した。 総合原爆展は、政教を呼び、京都市民から好意的に迎えられていた、質問上でも、天皇の原爆展参観を要望している。しかしこの事件に関して、兄弟生や同学会に対する、好意的反応は少数派であり、兄弟を廃校にせよ、あなたたちは、教人ですかといった非難が集中した。例えば、京都新聞は11月13日付で、 天皇への無礼と兄弟の責任との論説で学生側を強く非難し常記を逸した不敬事件のごとく記した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。